じゃあ聖高校好きに選んでいいぜ。好きに選んでいいの？いいよ、どっちでも。なあ、今度は高校で。あ、いいよ。じゃあ俺が先行で。いいよ。ゲー！俺だった！待ってください。バカー！バカー！バカー！いやー、何考えてんの、お前。終わり。いやー、今日一番の見せ所でしたよ。びっくりした、大ポーズでいいか。エンド、ドロー、終了。まだ、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 大丈夫、大丈夫、まだ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 、早速使う。キャー、派遣調査だ。ヤマフだから5枚に行って好きな順番に殴り替える。これ強いね、やっぱ強いわ。エンド、ドロー、魔界のヘリ、バニラ、パッチ、終了。勝負そのものはね、いいとこまで行くね、2とか3とか、うん、もう一発決まったら勝ちみたいな。まずコカトリスが一番いいんだ。エンド、まだ何もしない。いや、何もしないとか何もできないとか倒してたから。シルの勝手、闇かついてんの強いね、これ。また来た、コペコペちゃん、終了。なんかいいよ。あれ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 、エンド、関係ありません。ファンモス、まだ似合ってから顔点滅させます。あっ、キーラストターンだぜ。ねえ、そんなのいい。薬膳取り。あ、そっか、やめなさい、やめなさい。え、なんか手があるのかな。そうか、勝負。ダーエンド、あー、くそドロー。いや、ええわ、終了。エンド、ドロー。いや、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 いやだろ、終了。だけど違う。エンド、いっか、ドラクオパンチ。これで貼り付け猫が来たら仕留められる。終了。うせろ、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 うせろ。いやー、もうほんまさ、これ第5戦目か。1、2、3でさっき4戦目でこれ5戦目やんか、うん、この鳥型のデッキさ、バランスもええしさ、もう黄色まで来て赤まで来れんかったわけやんか、うん、でもう勝負もこう白熱に白熱重ねて僅差でさ勝てたわけやんか、うん、であと一歩、もう一歩っていうところに原谷に届かんかった。もうあとゼロ、もうあと1回攻撃させたら、あと1回赤の過程までコカトリスまで持っていけたらなっていうのがありました。いやー、もう本当にジャパン本当にもういい勝負だった。でもね、タラヤンは忘れてる。忘れてた。素材カードにある黒の過程、白の過程、黄の過程、赤の過程を含む10枚のカードを破壊する。そしてこのカードのコストは変わらない。そして出した時に勝利が約束される。出しましょう、うん、賢者の石。ギャー来たよー、ビクトリー。いやー、怖かったんやね、怖かったんやけど魂の循環も取ったんよ。
だからこれ回収して国家統一やっちゃおうかなと思ってんやけど、ああなるほど、非現実的やったから、いやー負け犬だと重いですな、負け犬と重いってな、負け犬だと重いですわ、結局勝ちはこっちのもんですよ、しかもトップこれやった、嘘だー、いやーいやー最後の最後に逆転させてもらいました、見事、いただきました、いや見事見事見事、いやー最後の最後に勝たせていただきましたよ、やられた、最後の最後やられた、あのこの、ね、弱点疲れた、あの唯一無二 の、 あ の、 妨害の妨害として入れてるあの黒狩り虫、はい、これを使うのは基本的にそっちのやりたいこと止められへんからね、あその穴を疲れたわ、あのこの獣ができる一番の弱点ついてきたわ、お見事、あの攻撃の防御は一応銅とか入れて阻止しとうから、あ防御とかできんのにして防御はないけど、はい、ああいう顕著の位置を阻止する戦術はこっちには一切ないから、かなりの弱点ついてきた、それは見事やったわ、あーなるほど、見事この獣デッキの弱点つかれたわ、いやー最後の最後に、うん、やられたね、勝ちもぎ取ってやりましたよ、忘れられないで忘れられないで忘れられないで